勝手に終わってんじゃねえ。前見ろ、剣握れ、戦え、よろずや。俺たち新選組と。そこで見ていろ、生まれ変わった新選組の力を。大丈夫さ、レムもいつかきっとすごい力を見せてくれる。期待してるよ。銃剣は敵に近づかねば無意味。もっとも今のお前に俺に近づこうと考える余裕はない。今はどう逃げるかな。あがこうがあがくまいが、どちらにせよお前は死ぬがな。王君に囲碁を教えておりました。毎日毎日、来る日も来る日も囲碁を打っていた私はとても幸せでした。やっぱりあの子だったのか、草壁マロン。そうだ、元服の時にあなたにあつらえてもらったものだ。マイスタートリエダ、負傷者名簿にあなたの名前を見つけてゾッとした。光マスの文様を書き留めるためで、ブルール近辺の光マスは体の文様に特徴があるんだ。しかも今日は特に暖かい。邪魔はさせない。兵たちを鼓舞するのが目的だ。マヘンドラの顔を立て、貴様の首は一時胴体に預けておく。だが、ましてや多数決で決めるべきことでもない。私の考えは大方エルマーやフェルメートと同じだが、それにしてもコールに魂を売ろうとしてまでテイト君が望んだものは何なのでしょうね。長く所在が不明だったイカズチのマグダラ、その在りかが判明しました。指名者サーシャ、新たな任務を与えます。技を磨くためには常に新たな技術を取り入れ続ける必要がある。僕がそう考えてそうしたのだ。マリは関係ない。腕上げてられなくなるほど削いでやる。肩周りの筋肉全部だ。